べた。で調べ食べました。そう今日さ、でもすっごいなんかお風呂を長く入ったらすっごいほてって顔がすごいなんか赤くなって、まだちょっとね熱いんです顔が。顔が熱い、ほてってるんですよ。めっちゃ長く入っちゃった。赤くない？ちょっと肌ここら辺チーク入れてる人みたいになりました。味調べ美味しいですよね、本当にね美味しい。そうちょっと多分のぼせたなんか携帯持って入ってて、そうで仕事のなんか LINE をしてたらすごい時間経っちゃってて、気づいたら暑くて、あやべえやべえと思って急いで上がりましたね、お風呂上がりだから顔がめっちゃ赤かったの。すごいね、もうおでことか鼻とか顎とか全部が赤かったけど、今はだいぶ引いてここだけ赤くなりました。すぐでも結構なんかあったかいとこにいたら顔がね赤くなっちゃきちゃう。そう、あとねむくんじゃう、めっちゃ暑いとこにいたらどんどんなんかむくんでほてっていっちゃうから、そうなんでしょう。だからね、でももうスキンケアも終わったので大丈夫です、元気です。こんにちはこんにちは。なんでやろうな、ほんまにさくしゃみしちゃう。昨日ね結局ねインスタになんか載せたよね。インスタなんか本当は今日載せようと思ってたけど、まあでも載せとこうかなって思って、まあちょっと時間がだいぶ過ぎちゃったんですけど、あの夜をね12時をちょっと超えちゃったんですけど、だいぶ15分ぐらいかな、超えちゃったんですけど、まあちょっと見逃していただいてっていう感じですね。福白くまさんありがとうございます。似合ってました AKB さんの恋するフォーチュンクッキー賞、今日画質がいい、なんでだろう。みぼりんリッスン服ありがとうございます。見た？ TVer でもね見れますよ今。そうでもなんかまあイコラブのなんか衣装とそのまあなんだろう、ちょっとさ違うとこもあるというか、結構さなんだろうね、こうやっぱ AKB さんらしい衣装でイコラブらしい衣装っていうのがなんか多分あると思うんですね。もちろんグループが違うからさ、なんですけどメンバーにアンナすごい似合ってるって言われたんですよそうこっち系が似合うんじゃないってすごい言われました。嬉しいけど嬉しいけど、そうアンナそれずっと着といた方がいいよってメンバーに言われました。着とけるもんだったら着ときたいわっていうねそう嬉しい。原色みたいな方が似合うんですかね、私真っ白とかより。そうなのかな、なんかカラフルな方が似合うんかな、どうなんでしょう、どういうことだと思いますか どうなんですかね、分かんないけど。でもねやっぱね衣装はね特別ですよ本当に。確かに赤青黄色だったから
自分のカラーが結構入ってるからかな。いや本当にね、なんかなんだろう、すごいことだったなって改めて、本当にあの衣装を着させていただいたことも、ミュージックブラントに出演させていただいたことも、あの全てが本当にすごいことだったなって思います。メンバー紹介面白かった。そう、いや本当にもう昨日もねいっぱい話したけど、昨日はさもうみんなそうなんか番組終了後すぐに喋ったからもうわーっていう感じでさ話したけど、そうでもまあ改めて本当にねいろんな方に感謝だなって、あとすごいやっぱミュージックブラッドって友達とかから結構なんか連絡が LINE が来たり、そうなんかテレビの写真撮って見たよとか、そうあともう本当にあの全然あの知らないというか LINE とか全然してなくって、もう10年前ぐらいの、10年よりももっと前か15年ぐらい前かなぐらいのなんかの知り合いとかからも言われたりして、それまで多分本当に小学生とかぐらいやったけん、ほんまにねなんかそうあんまり小学生ぐらいの時の知り合いでとかかな、でそれからは一回も多分連絡とか取ってなかったんですけど、とかでこう言ってくれたりとか、あとなんかツイッターとかでもそのなんかハッシュタグマモターナとかハッシュタグのねイコラブとかいろいろミュージックブラッドとかって見たらすごいなんかおこの子がツイートしてくれてるとか、そういう私の知り合いでねっていうのとかも見つけたりもしたので、そうすごいなーって嬉しいなって思いました。すごい番組だなって思って、そう改めて嬉しかった。恋ちゃん衣装はめったに着れないっていうよりかはもうめったにどころじゃないですね。普通着れないです。いや本当に48グループさんにやっぱ感謝だし、しのぶさんと指原さんとね番組さんといろんな方に感謝ですね。だってなんかあの衣装は言うてそんなになんか今のなんだろう、あんまりそんなになんか着られてないらしくて、そうレア結構みたいです。そうかあの髪飾りとかはね、そうなんか髪飾りは結構いくつかバーってあって、でもしのぶさんがイメージでその大体は決めてくださってて、この子がこの髪飾りっていうのが、そうで私はミニハットでした。そうミニハット多いんですよね私。そうサブリミナルの時もミニハットだったんですけど、今回もミニハットちゃんでした。ここにキャッてかわいいお気に入りです。すごいかわいかった。そうスマッシュなのちゃんスマッシュ見てくれてありがとうございます。そうミニハットもめっちゃかわいいし、そうかわいかったです。イメージあるのかなミニハットに、わかんないです私も。ありますか皆さん。まあでもサブリミナルぐらいかな、まあでも全体的にそのミニハットがある衣装が、まあ、サブリミナルだけなんですけど、そうかな。いや素敵でしたね本当に。そう友達のグループライン、学校の時のグループラインとかも動いたりして、すごいみんな言ってくれて嬉しかったです。嬉しかったです。誰が誰の衣装をお借りしたかは皆さんのご想像とか分析にお任せします。ランナの YouTube に上がってるイエイめっちゃホリデーが一番やない、急になんですか
でも私すごい最近なんかその流れで話すと、なんか昔の自分とか昔のスクール時代のなんか子たちとの動画を見るのにすごいハマっててね最近。そう、なんか YouTube にも結構あって、それがそうで、多分私ってみんな気づかないと思うんですよね、もう本当に昔すぎて。そう、しかももうさ10何人とかいるやつとかもあるから、20人ぐらいとか、だからもうどこにアンがおるかとか多分ファンの皆さん分かんないぐらいだと思うんですけど、自分は分かるじゃないですか。 そう、それでなんか結構 YouTube とかね見て、あ、こんな時あったなとか、懐かしいなとか、もうなんかこの時めっちゃなんか高音出てるやんとか、この時なんか体軽そうやなとかこの時なんか歌ちょっとしくってんなとか、いろいろ見ながらなんか見てて、それがすごい面白くて最近なんか見ちゃう。そう、そう YouTube で見てるファンの方が上げてるやつお、明日第3のグループ最終審査なんですか。あ、そうなんやそうなんや、何にも気に分かんなかった。そうなんや、そうすごいなんか懐かしくて、なんか広島に帰ったらもう絶対その話になるんですよね。でみんなで昔の楽曲とかをこう歌ったり踊ったりとかすることとか多かったり、そうなんか、ま、あの今度会ったりもするかもしれないから、なんかちょっと見たくなっちゃって、ちょっと急に最近見ててなんか面白いなみたいな、ウケるなって。いや、まあなんか黒歴史な部分も多分あるんですよ。もうほんとこの顔には、この顔の時マジで見てほしくないっていう時あるんですけど、もうなんかそれもそれでまあ歴史じゃないですか歴史だから、まあね、もう人間みんなさ、なんか黒歴史はきっとあるだろうし、家にめっちゃビデオありますよ、もう死ぬほどある死ぬほどあるんだけど、でも別にこっちの東京では家、東京の家にはないから、そう、それでなんか見てると懐かしくなって、でもその時の広島の自分がいるから今の自分があるっていうのは 100% そうなんですよ。そうだからすごいなんか、あ、青春してるなって思って、すごい今のイコラブの自分もすごく好きだけど、過去の自分もすごく、なんだろう、自分が好きというか過去の人たちもすごい大事だなっていうのをなんか改めてすごいね思うのよそうだから今イコラブで出会った方もすごい大事だし、でもやっぱ過去に出会ってる人たちもみんな大事やなって、なんかこの時にしか味わえない気持ちやったんやなっていうのをすごい見て、なんかアイドルの大会とか出てたんですけど、そうね、なんかなんだろう、すごい自分が大会に出る側そうだったから、なんかそのために一生懸命自分たちで振り考えて、歌い分け考えてとか構成考えてとかさ、やったりしてて、そうで審査員の方に、そうなんか総評、公表、違う、なんか総評か、なんかこう言ってもらったりとかして、なんか懐かしいなって思って、でなんかすごく踊り方とかがもうマジで、あの必死なの、もう逆に必死すぎて、今見ると、見てるとなんかこう肩が上がっちゃうというか、見てる側がなんか良くないことね、良くないんだけど、でもその頃の自分もはなんかすごい、まあ頑張ってるというか、なんかそれはそれでなんかキラキラはきっとしてるんだろうなって思って、そうなんかすごいね、なんかエモい気持ちに最近なっちゃってそうすごい思いました。そういうのをね最近ちょっと前なんか夜とか見ちゃうんだよね、超全力なの。なんかそれは正直見てる側としてはもうしんどいの、見てる方が疲れちゃうの、なんか気合が入りすぎてて、力が入りすぎてて、まあ、下手だなって逆に思うんですけど、まあそれもそれであの時にしかできないなんかダンスだったりあれかなっていう風に思って、そう、okay、なんか面白いですでもその頃があるから今がすごいあると思うし、今が当たり前って当たり前じゃないっていう風にも思えるから、すごいね、なんか最近そういう気持ちになってます
そう、なんかインスタにも結構長い文章で昨日の夜中に投稿したんですけど、昨日の夜中というか、まあ今日の夜中かなに、なんか衣装のこととかも投稿したんですけど、そう、あとその15年前ぐらいの知り合いからっていう連絡来たみたいな言ったじゃないですか。それもなんかその子もなんかアイドルになりたいっていう夢叶えとったんじゃねみたいな、すごいみたいな、おめでとうみたいな、そう来て泣けると思って感動しちゃった。 その頃から私アイドルになりたいって周りにも言ってたんやなと思って、あんま自分ではその頃言ってたっけみたいな、その子たちと会ってる時に言ってたんやみたいな。だって小学マジで5、6年生とかやと思うよ。そう、それで、あの、でもそんなに周りに公言してたわけでもないし、卒業アルバムとかに書いたことはあったけど、でも別にその小学校とかの知り合いではないから、そう、だからなんかわーと思いました感動しましたね。なんかっていう話。そう、だからいつもその昔の自分に問いかけちゃうそう、自分の昔どうですかって、こんなことになってますよっていうのをね、問いかけちゃいます。そう、学校とかさね、そういうので恋するフォーチュンクッキーを踊ってたりしたから、そういうね、そういうなんか、まあ、言ったらさ、まあ、デタラメというかさ、別に何、自己満として踊ってたわけじゃないですか。振りもデタラメだし、言うて見て覚えた、しかも左右とかもよくわかんないし、なんとなく別にそれをさお仕事として覚えてたわけじゃないから。そうだけど、それがさ今はさ、今回はさ当時の衣装をお借りしてさ、もうちゃんとさ正しいダンスをさ教えてもらってさ、それでやるっていうことに対してさ、すごいなっていう風に思ってますもう永遠にこの話できちゃうわそう、サンフレの恋中もあったり、そうなんですよ、サンフレッチェ広島の公式でも踊ってて、そう、あれは自分たちで振り起こししたしな、普通に動画見ながら、まあそりゃそうだけどそう、サンチェに投票してください、私は投票してます、LINE のやつで投票した。 Twitter にも書かなきゃ書いてなかった、そういう、そのあの J リーグ総、あのマスコットの総選挙のやつ元 AKB オタ現イコラボオタの私は、ああ嬉しいね。でもファンの方でもね、すごいやっぱアイドル好きになったきっかけが AKB さんで、今イコラブのことも応援してくれてるっていう方もすごくねいらっしゃるから、そうやって言ってくださって本当に嬉しいです。もちろんね、だって、まあ、もちろんなんだろう、私たちは48グループさんではないから、そういう私たちがこう AKB さんの大事な衣装をお借りしてるっていうことに対して、もちろんなんだろう、よくは思わない方もいらっしゃると思うんですよ。そう、だからでもそれはあの しょうがないというか、もちろんそれはそうだと思うし、だからこそ私たちはができるのは本当に感謝のもう本当に思いをちゃんと持って大切に着させていただくっていうことだから、そう、本当にそれが私たちの、そうあれですもちろんね、でもすごい皆さんが喜んでくださって嬉しかったです。嬉しかった、あの名曲をあの誰もが知ってる曲を、あんなところで歌えるなんて本当に嬉しかったです
もうね、昨日と今日でこの話ばっかしてますね。ずんちゃん、ずんちゃんありがとうございます。長谷川さん、長谷川さんは、いやでもあのカバーさせていただいてることは多分言って、私たち側からは言ってなかったので、分かんないです。嬉しいよね、でもああやってつぶやいてくださってて、インスタとかもね最近すごいいいねしてくださるからね、嬉しいなって思います。そしてまた明日妹が増える、いやそれの、いやそれの電プリウスいやそれな、私たち明日妹増えんの、わあ明日妹さん増えるんだ、マジか、明日なのかそうやんな、え明日、そっか、じゃあ明日もお話し会、お話し会でしょうね明日。おめでとうありがとうありがとうえってことは絶対スタッフさんそっち行くじゃん絶対スタッフさんさ、こっちさあれみたいな、あれなんか今日スタッフさんのなんか人数少なくないって思わんかな明日こっちに来るみんなさオーディション行ってるんちゃうん、あそうやってみんなね、多分そうやんな、じゃあお話し会ですね、イエーイ、お願いします。急に MC することないやろ明日変なことしても大丈夫そうやなって、ちゃうわちゃうわちゃうわまあ別にでも基本的にそのお話し会はそのマネージャーさんとかそういうスタッフさんがやるっていうよりかはもうそういうなんだろう、お話し会のスタッフさんが全部やってくださるから出産には立ち会わないとそれなそれな、ウケるウケる、何人産むかな、それな、何人生まれてくる、何子かな、双子かな、三つ子かな、四つ子かな、五つ子かなどうだろう、お弁当は絶対やるよ、出演してくれる人もいるよ、大丈夫、マネージャーさんそんな、うん、2人とかじゃないから2,3 人しかいないわけじゃないから立ち会い出産、私立ち会い出産できひんわ何の話やね何の話ですか、やば、え待って怖いんだけど明日が、あじゃあもしかしたらこの中でオーディション受ける方いますかはいとか言わんわな、普通な、頑張ってください、思い出おじさんは絶対ねオーディション行くよ思い出おじさん分からんけど何かしら何かが被ってなければ、まあ、きっとほとんどの何だろう、みんなが知ってるようなお名前のスタッフさんはみんなオーディションだと思います、はい、私たちには合格知らされ、いや分かんないです、覚えてないの、みーちゃんの時いつ知ったかも記憶にないです、あ人数とかだけは教えてもらってたのかな、えどうだったっけな、あんまり記憶にない、でも人数ぐらいは教えてもらえてたかもしれないかな、えどうだったかな、どうだったかな、でも忘れちゃった、全然覚えてない、まだ知らなかったのかな、え分かんない分かんないです、いやでもこのノイミーちゃんの時とかもあの当日に多分合否の発表はあるんですけど、世間の皆さんに発表はしてないんですよね多分、そうだから別になんか明日なんかファンの皆さんにこう何かがあるっていうのはないんじゃないかな、多分私たちの時は当日に記者会見してっていう感じだったんですけど、のいみちゃんの時からはしてないから多分しないんじゃないかな、
最終審査どこなんだ、もう全然わかんない、私たち何の情報も知らないから、何の情報も知らないです。そうだから情報、そうね、この場に、公共の場に出るのは多分まだまだ先なんじゃないですかね。知らない、本当に知らない。これは制服のリボン何色だろうね。おー、え、のゆみちゃんたち何色だったんですか。でも私たちの制服を着てましたもんね。でも別に制服を着るとはね限らないけど、あ、公の場か、公の場じゃなかった、やば、ダッサ私。話し会のフロアの下の階とかで多分それはねないですねあるのかな。緑のいみちゃん、そうだったんだ。あ、じゃあリボンだけは私たちのじゃなかったんだ。制服なんかブラウスとかスカートとか靴とかは私たちのだったけど、リボンは違ったの。私たちリボンは赤と水色を持ってて、イコラブはね、そう、赤水色です。のゆみちゃんが緑、なんだろう、黄色黄色かオレンジかピンクか黒か何色やろうな、ちょっと分かりません、分かりません。しかも別に制服着るとは限らんし、確かにグループ名も気になる、私たちも気になります、どう出てくるのか確かにそうですね、楽しみ。信号機グループかもねもう、ね、逆に制服とかじゃない可能性だって全然あるしね。分かんないよ、全員なんだ作業服かもしんないし、全員水着かもしんないし全員ビブスかもしれないし、もう分かんない、全員サンタさんの格好かもしれないし、それは分かんないそれはちょっと分かんないです。全員スーツかもしれないねうん、緑のジャージかもしれないし、赤のジャージかもしれないし、ちょっと分かんないそれは。第3のグループ大所帯だったらどうしましょうか、どうしましょうか。あのイコノイなんちゃらフェスがあった時に私がもう本当にホワーってなりますホワーってなります、多分。なんかイコラブのメンバーすっごい笑いながらなんか煽ってくるんですよ。なんかイコノイなんちゃらフェスにいつかなった時、あの大変だねとかってすっごい言ってくるの。大変だねじゃねえよってメンバーそう、うん、やばいよって、あんな死んじゃうんじゃないって言われて、そうだねってあんな頑張ってって言われる、ニコラブさんたちに煽ってくるんですよ、あの子たちみんな笑いながら心配してくる今日ね、大変なのはみんなだからね、もうイコラブだけじゃない、ノイミーだけじゃない、その子たちだけじゃない、もう全員が大変になっちゃう。でもそれはなんか大変ってその時は思うけど、まあステージに立ってやり始めたら大変ってことなんて忘れちゃうんだよ。確かにレッスンしてる時とか覚える時ははあ大変だって正直思っちゃうけど、まあでもそれを忘れてステージ立てるのがなんかライブとかコンサートだから、大変なのはその時だけだから私もイコノイフェスの時はもう本当に、はあどうなることやらって思ったけど、でもそれはなんか誰が悪いとかっていうのは全くなくて、メンバーが悪いとか全くないんですよ。普通にもう誰もがそうなるから、そうだからね、ふう。
そういうファンの方もステージ上で見つけるのが大変になっちゃうね、推し面を。これからどんどん、もしまたなそういうなんか3チームのフェスとかあったら、もう推し面どこだどこだ、次はどこ行ったって、ああ紛れたぞって、みんな大変になっちゃう。確かに衣装がもうね似てるやつとかだったら、でもさなんか全然違う時もあれば、その前のイコノイフェスみたいに色が違う時もあれば、でもなんか制服の形がとかちょっと色味が違う、ブラウスの形が違うとかで遠目から見たらちょっと似てるみたいな時はちょっと難しいですよね。24ガールズのさ制服の衣装とかさ、最初に出てきた覚えてるかな。いや、あの推しメンちっちゃいしなって、いやいや、この第3のグループの子はねめちゃくちゃね、やっぱ若い子がね入ってくると思うから、若い子がっていうか若い子も、まあ私からしたら全員若い子ですね、そう若い子が入ってくるからちっちゃいと思うよ、多分ちっちゃい子はちっちゃいと思う、多分大きい子は大きいだろうけど、ちっちゃい子もさきっといる気がするのよ、やっぱどうしてもいるじゃん、ちっちゃい子じゃん、だって12歳から応募できるんだからさ、まあ、ちっちゃいじゃん。そう、これから大きくなる子たちなわけじゃん。そうだから全然身長低い子もいっぱい入ってくると思うし、私的にはわかんないけど、あんまりその高い子とか低い子とか関係なく入ってくると思うんですよね。そうだからまあもうね、身長が大きい方が見つけやすい、小さい方が見つけやすいはもう今いるメンバーより特大大きいか特大小さいかじゃないとちょっと見つけられないかも。170とかいたら目立つ。うん、確かにそうだね。私小学5年生の平均身長なの？え、嘘でしょ？やば。え、でもなんか小5の子と同じ生とかの子いた。あの全然ね広島でなんだけど、そう。でもその子は学校では背高い方って言ってたよ。だから身長平均まではいかないんじゃない？平均さすがに私より下じゃない？えとが同じ、うん、それはねありえるんよ。私とサナかな、わかんない、ミリニャとリサ世代もなのかちょっとわかんないけど、そうちょっとそういうなんかのよくわかんないけど、そこら辺はいる可能性が高い。だからねえ牛までトラ、ねえ牛トラらへんの子が入ってくると私たちと一回り違うということになります。恐ろしいや恐ろしいや。いやでも本当に思うのは、もう指原さんの目は間違いないというか、なんかイコラブもの意味もすごい、そのイコラブだけでもイコの合わせても個性がみんな違うじゃないですか。で、まあ、同じぐらいの人数だとしてもイコラブとの意味が、でもなんかグループの色がこう全然違うじゃないですか。そうだからなんか良さが全然違うと思うんですね、イコの意ってどっちがいいとかじゃなくて。そうだから、うん、だからね、なんかそのもちろんさ、顔が全員可愛いんですとか、全員歌が上手いんです、全員ダンスが上手いんですとか、そういうことじゃなくって、なんか自分たちのことをそう言ってるわけじゃなくって、なんか個性が全然違うんですよ。そう、全然本当にイコラブで言うと個性が誰一人として被ってない気がして、私的には。そうなのでね、私なんかのいみちゃんを見てると本当に全員可愛くて、そうマジで全員のいみちゃん可愛いなって思うし、そう今回のなんかやつのなんだろう、宣材写真とかの美女とかもよっみたいな、美女よって思って。そうだからなんか、いや指原さんの目ってすごいなって思います本当に。
思いました。広島県出身どうだろう、広島出身いたらなんか広島だ出身にメンバーでなんかしたいですね。うん、なんだろう、私はさもう本当にイコラブに入った時もう超初期からずっと広島のお仕事頑張りたいとかさ、広島広島って言い続けて、一番なんか多分地元をさこういっぱい言ってきてる人だからさね、今年はもっともっと広島のなんかだったりできるようにね頑張りたいなって思うし、それにこう一緒に広島の子がもしいればね、のいみちゃんにもいるしで、みんなで私も引っ張っていけたらいいなって思います。芸能界一性格がいいからねって煽ってる？煽ってますか？ねえ、みんなさ面白おかしくてさ、面白おかしくやってますか皆さん。なんかすごいコメント欄とかさ、最初もさちょっと書いてあったけどさ、よみたいな、すごいさなんか小なんか中学生男子とかになんか煽られてる気も、なんか煽ってきてるなんかちょっとコメント欄なんですけどなんか中学生男子に言われてるかなみたいなちょっと感じるんですけど、そういう思いではないですかねでもね言われました、なんかスタッフさんにも、なんかその収録終わってで、その収録の時はスタッフさんとかって皆さん外にいらっしゃるんですよ。それでその出てきて、まあ、ちょっと話してたら、あ一番性格のいい方ですねとか、なんかすごいスタッフさんにもなんかそうやって煽ってますかみたいなそういう風にあのスタッフさんにもね言われました。だから変な方向に行かないでねみたいなすごいね言われましたそのまま育ってくださいってスタッフさんにも言われましたフフ世界一じゃないですよいやしかもいやね、でもそうやって指原さんがその言ってくださったことはねすごく嬉しいし、なんかそうやって思ってくださってたってことは全く知らない、そう全く知らないというか、なんかそんなねあの番組でそれを言ってくださるとは思ってなかったから、なんかそれが出てきた時はすごくびっくりしたんですけど嬉しかったです。でも全然私性格でもなんか性格良くないですって言ったら、うーんなんだろう、指原さんが言ってくださったことを否定してることになるから、良くないですとはもちろん自分の口から言いたくないけど、でもなんか分かんない分かんないです。台本になかったと思いますよ。一人ずつ言うみたいな下りとかはそこまでなかったと思います。そう。でもさなんか性格でもさ毎日ショールームやってるからさ、なんかね自分のさもう本性っていうかさ、もう結構全部をさらけ出してるから、いかなる時ももうだいぶ今本アンナを全部言っちゃってるから、言動とか全部、そうだから多分ショールームで話してることとかも含めてなんかちょっと大丈夫かなって心配になる心配になります。なんか変なこと言ってないかだいぶほんまにマジでほんまに素のショールーム一番素でやってるから、多分一番愛してるとしたらショールームだと思うんですよそうだから怖いです。ポキ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 言わないで私の体やばい、めっちゃポキポキ言ってたよね、すっごいすっごい変なことは言ってるけど性格はいい、変なこと言ってるっけ、いや変なことは確かに言ってる
けど多分人間みんな変だから、変じゃない人間なんていないよ、みんな変だから。人間ってもう全部全員違うんだからさ、みんな変なんだよ。人から見たら、他人から見たら変、私から見たらみんなも変だってね。もうさ何、みんなから見たら私も変だけど、変だし、だってさ人間一人一人なんか思うことが違うわけじゃないですか。で何が正解ってことはなくって、なんかなんだろう、みんな価値観がそれこそ違うわけだから、私にとって変って思ってもみんなにとっては変って思わないかもしれないから、だから多分もうなんか親とかでも、もう人類みんな変なんだよ多分変なの、変の集まりなのそう、でもそれが個性なんですよ。だから変っていう言い方をしたらあれだけど、まあ、ほんと個性っちゃ個性なんですよね。そうだからなんか私も変やし、あのもうなんかもう人間多分変じゃない人はいない。はなちゃんに変って言われてちょっと嬉しいって言ってるのも変じゃん変じゃんやばウケるそうそう、もう個性だから、それもう全員違うんだから。好きな食べ物もさ、えそれ好きなんめっちゃおかしいじゃんって言う人もおるやん。そうとかさ、なんか全部なんか変なんですよ。そうそう、言っちゃえば全員変、変の集まりや私たち、イエーイはいそう、何の話してんだろうでも自分のことさ、でも変かもしれないけど、言うてなんかこう普通寄りかなって思う時もないなんかよく話すんですよ、なんかメンバーとかでも、メンバーとかそのスタッフさんとかこうみんなとかそういうところでなんかそう、いや変だよみたいな、人類みんな変かもしれないけど、でも結構その中ではマシな方じゃないとか、なんか普通の方じゃない、どっちかと言ったらみたいな話たまになるんですよ。でその時はメンバーに、うんまあ確かにみたいな、まあアンナは普通よりっていう風にスタッフさんにもそうやって言っていただくし、メンバーにもそうやって言ってもらうので、そうどっちかと言ったら普通よりらしいから、そうでもそれがいいのか果たして、別にいいわけじゃ全くないと思うんですよ。そうでもそれそうやって言われます。でも別にね、ほんとそれがいいとかは全くなくて、私は逆にそういう他のメンバーに憧れるもん。そうでもなんかイコラブに入ってマジで出会ったことのない、なんかもうほんと皆さんって感じなんでしょう。もう出会ったことのないなんかこう種類というか種類の皆さんなんですよ、私から見たメンバーは。なんか新しい新種に出会った気持ちなんですよ、なんかイコラブに入った時に、こんな人たちいるんだみたいな。そういい意味でね、そういい意味でなんか本当に広島におった時にこんな子たちとなんか出会ってないよみたいな新種ばっかりで楽しい楽しいです、新種の方々それを話し会であなたに言われたってそうね、なんかファンの方とも、まあ、だってまあ人間一人一人違うわけだから、そう人間違うわけだから、そのそれは自分にとってみんな新しく出会った人は新種なんだけど、でその方とかファンの方からして私も多分きっと新種なんですよ。なんですけどなんか本当にコラボでなんか本当面白いぐらいに、こんな子たちいるんだみたいな、めっちゃおもろいやんみたいな、いい意味で、全部いい意味でね、本当に全然悪い意味とかじゃ全くなくって、でもほんまになんか広島の友達とかじゃいないんですよ、出会ったことのない方たちばっかりで、マジでなんか楽しいですそう結論楽しいんですけど、なんか、うん、面白いですみんないいです。え本当に全然なんか全然ディスってるとかじゃマジでなくて、本当になんかこういう発言するんだみたいな、あこうやってこういうことは思うんだとか、なんかなるほどって思うことがすごい、本当に尊敬しちゃう。だからでも向こうもそう思ってると思うよ、私に対して。なんかお互い様なんだけど、人間みんな。そうでもね面白いです
でもさ芸能界はさ結構そうやって言うじゃないですか。なんか私とかはそんななんかなんかねあれじゃないから、なんか私は特別なんかがっていうタイプじゃないから、その特別可愛いですとかっていう単語が私はあるわけじゃないから、そう本当にね、なんかでもそういう特別なんか面白いとか特別変みたいな、そっちの方がさなんか面白いじゃないですか。でもそういうのはでもないから、そうでも無理してなんか多分作るってのももう無理だから、自然体で頑張りたいと思います。自然体で頑張ります。小さかわいい担当小さいだけやん。そうでも昔の画像とか見てるとマジで同世代の子みんな周り同い年なのに一人だけマジでちびすぎて笑っちゃうんだよね、本当に。でも最近はなんかメンバーみんなでいる時が楽しいです。そうなんか楽屋とかでメンバーと、まあ、これはずっとなんですけど、でも最近なんか全員がいるみたいな、数人ずついるとかはあるけど、めっちゃ全員いて、しかもなんか長時間全員いるってことがそんなになくって、そうなんか長時間一日中メンバーと一緒みたいなのがあんまないから、なんかそういう時があると、あーなんかこれがこれだこれみたいな、これこれみたいな、あこれを感じたかったんだっていう気持ちになる。そうなんか日常って感じする。そう、うん、明日はみんないるかな。仕上げからホルダー写真増えてないね。うん、なんかねあれはね本当になんかなんだろう、わざわざ変顔をして載せるっていうフォルダじゃあんまなくって、本当に自然に撮れたものを載せるやつで、そんなに頻繁にあれは更新されるっていうわけではないかも。ほんまに本当になんかこれだっていう時に更新されるんですよ。そう でなんか200何十何枚あるのは一気にほんまに200枚以上ぐらい、あの1日で200枚ぐらいなんですよあれ、まず1日目で。そうでそっからほんまに2枚ずつとか 2,3 枚ずつでどんどん更新してきてるから、なんかねそんなにねあれなんでしょう、そうそう1日でまで多分200枚弱だったかなぐらいだった気がします。そうあれはあの移動中にその移動中なんか、まあ、あんまりこうメンバーでさ騒げないかったけど、なんかすごいみんなでなんか急になんでだったか分かんないけど、送り始めた時があって、で最初は普通にグループ LINE で送ってたんですよ。そうでなんかみんな過去の画像とかをバーって送ってて、 それはなんかそのコロナ禍的にあんまりさこう喋ったりそのできなかったから、あのもう携帯上で会話しようみたいな感じで全員で携帯上で LINE 上で写真を送り合って笑ってたんですよ。そうでももうなんか笑いをこらえるのに本当に必死でなんかみたいな、もう呼吸ができなくなるぐらい、もうなんか息がってなるぐらいにすごいもう笑いながら、でも声出して笑えないから逆にもうおかしい人になっててみんな。そうそう、まあ、それでできたんですよ。で最初はアルバムじゃなくって普通に画像バーってみんながどん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 送って更新して更新っていうかもう一日の数時間よ、しかも2時間ぐらいでなんか更新していってたんですよ。そう2時間ぐらいほんまに2時間半とかそんぐらいで
2時間ぐらいかでも分かんないけど、そんぐらいで更新されていってて、でもさ LINE ってさアルバムにしないとさ1ヶ月ぐらいしたら見れなくなるじゃないですか。それはダメだって思ったんですよ。だから私がバーってあれしてフォルダを作ったんですよ。で勝手に元気が出るフォルダって私が適当にやったんですよ。でそのままもうそこからどんどんじゃあ追加していくっていうシステムになって、みんなが追加しているだけなんですよ。そうだからそうそう見返す目的のまずはフォルダだから、まあそんなに定期的に入れるっていうよりかはそう見返す用ですね。本当に元気が出るフォルダだから、なんかちょっと元気ないなとか、なんかちょっとシュンみたいな時に見たらちょっとクスって笑えるみたいなやつで元気が出るフォルダなんですよ、うん、本当に。でもほんまになんかマジで出せないレベルのやつが、マジで出せないレベルに、まあ出せるレベルっていうこの段階が2つあります。が本当にマジでなんかその私の友達とかにも見せられないし、なんかそう親とかにも本当にマジでメンバー内しか見せられない。本当にマジで見せられないやつはなんか友達とかにも見せたくないもん友達とか親とかにも見せたくない、知り合いとかでも見せたくないやつ、なんか自分のも見せっていうよりか他のメンバーのも見せたくないから、マジで厳重管理、そうマジでって感じです。そう。ひとみんのあれ、ああ私の寝顔ですか？私の寝顔でしょうか。まあそれはね、あのスマッシュのあの会員を登録した方がきっと見れるやつなんで、そうなんですよ。あれはでも元気が出るフォルダにも入ってないんですよ。そう、まあ気になった方は見てみてください。そう、ひとみさんに暴露されたやつはあれは入ってなくって、しかもあれねもともと動画なんですよ。動画でそう動画をあのスクショしてるやつで、ひとみからなんか連絡が来て、なんかあのこれこのこと話しちゃったからさみたいな、この写真なんか載せたいみたいな言われたんだけどどうするって来て、私も笑っちゃったの。しかもなんかその数時間前にちょうどひとみと会ってて、でなんかその時の動画をもう一回二人で見返して笑ってたので、その時はまだあのスマッシュに乗るっていうのをお互い知らなくって、ひとみもで、その日の夜にあのマネージャーさんからひとみが LINE 来て、でなんかこのアンナのやつみたいなあるみたいな、画像あるみたいな多分言われたらしくて、ひとみはもう多分へーってそうなったらしくて、で私に連絡してきて、そうねえアンナみたいな、どうしようみたいな、どうするみたいな言われて、でもさもうさもう話してるからさ、なんか、まあ出すしかないねみたいな二人でなって、そうそれですごいひとみもマジごめんみたいな、でもまあ全然私いいよみたいな、全然いいよみたいな感じだったんですよ。私は結構全然いいよみたいな、でもひとみはすごいマジごめんみたいな感じですごい言われて全然おなんか全然 OK っていうのもなんか私がおかしいんですけど、でもなんかさ、まあなんかもっとやばいの普通に出てるしなみたいな世に、だからまあいいかなみたいな感じで、もうちょっといいよみたいなそう言ってもう吸い出しましたね。そうだからまあそんなねこううんうんうんだからそう、しかもさなんかそこでダメって私が言ったらさ、番組さんに対してもさなんかダメなんみたいになるじゃん、なんかダメなら言わないでよってなるじゃないですかそうだからまあいいかなみたいなそうだから最近そういう番組とかで言う時もそれが出せる話をするっていうのは、まあ、言われてて、そうだからもう別にいいかなみたいな感じでやりました。4周年配信のやつ、4周年配信なんかしたっけ、ああ私がでもあれ自分自身で出したやつだもんね。そう
だから、うん、まあいいかなってうん、まあいいかってね。そう、うん、なんか本当にヤバい部類の写真と、まあ考えてみようみたいな部類だったら、まあその考えてみよう部類ぐらいだったから、ここだったらあ、まあ NG ですってなるけど、ここだからね。そう、そうなんですよ。みんなアンケートで、そうね、でも元気が出るフォルダのことを書いてるメンバー数人と、もう一個なんか新しいそのイコラブでの流行りを書いてたんですよ、数人はね。そうで、まあ、どっちが採用されるかなってなった時に元気が出るフォルダでした。そう、もう一個の方もちゃんとなんかね、一応もしこっちになった時用に、そのそれをやってる時の映像か画像か分かんないけどは、もう一応用意はしてたんですよ。でどっちが来るかまだ分かんなくて、そうね、なんかまだそう、でもねこれ確かにこっちの方がまあ面白いのは確かに元気が出るフォルダーで、もう一個はなんかへえみたいなそんぐらいこんなことやってんだへえぐらいなんですけど、それはねいつかまた違う番組さんとかで話す機会があれば話せたらいいなという感じで、まあ、そんなに、まあ、こっちの方がなんかまあ元気が出るフォルダーの方がふいなんかわーって感じだと思います。びっくりみたいな面白さはある。こっちはなんかアイコラブらしいなみたいな感じです。私は結構こっち今好きなんですよねなんかね楽しい、なんかほんまになんかイコラブのなんか人間関係のなんか楽しそうな感じが出てるやつはやり、でも最近は全然やってない、とあることがないとできないやつ。まあまたいつか何かなので番組さんぜひ呼んでください話させてください言うてそうだからね、アンケートめっちゃ悩みます。そういうアンケート、アンケート来たらねすっごいね悩んでね、はあどうしようってなっちゃいます。なんかでも流行りをやっぱ聞かれることとかも多いんですけど、最近メンバー内の流行りなんですかって、でも なんだろうみたいな、全員で流行ってるって難しいんですよね。そうだからいつもみんなでなんだろうねって言って、宿題みたいな感じやで、ほんまに。宿題出たわって感じ。確かにアンナの日記がないから、確かにゴラバーちゃんとアンケート書くよねって、うん書きますよ。ラーメンの汁をこぼしたりしないですよこの移動ですかのアンケート思い出したってでもあれは大丈夫だったから、そう優秀な方で選ばれたからいやマジでビビったけどね、でもあれそうやってドッキリってされるんだって思った、あの時アンケートのやつを。それがまさかなんか本当にやりたいことをめっちゃ真剣に考えたんですけどね、あれ。ラーメンの汁マジで面白かった。しかもあの時一緒にいたんだよな、よみりたちと私も。え、その何人、4人 4,5 人ぐらいで、あの時結構一緒にいて、私のに散ってなくてよかったよかった、
同じらへんで書いてた、近くですごい書いてたからそう、でも食べてはなかったんですけど、2人が多分食べてて、でもその近くに本当にいたから、一緒にいたからね。なんか和室、なんか和室と普通にこっち机があって、でなんか半々ぐらいで多分座ってたんですよ。和室にいるメンバーとこっちにいるメンバー、別にドアは開いてるけど、まあ、椅子がもうこっちには数個しかなくてみたいな感じだったから、でその和室だったメンバーなんですよそこら辺そう適当に多分いたメンバーだから、ワンチャンついてたよ私もよかったセーフでした。巻き込まれなかったね、めっちゃ頑張って書いててもね、シミ限定されちゃうとこだったそう、和室でラーメン食べてた、机あったけどね、普通に机あって、その机の上でラーメン食べたり、あのお弁当食べたり、アンケート書いたりしてました。ファンクラブのアンケート、あーそうそうそう、多分そうだと思う、多分というかまあ絶対そうだよね。そういう時のために紙をコピー取っておきそうちょっとそこまでやめて、なんかいい子のハードル上げないでみんなでそんなことはしてません、そこまではしてません、さすがに。いい子ハードル上がってるでしょ、やばい、これからマジでアンが変なこと言ったら、え、いい子じゃないのアンナってすごい言われちゃうよ、やばいやばい、バイヤーバイヤー。ミュージックブラッドさんのお弁当何個キープした？1個、あ、いおりさんが2個食べたって言ってたやつ、あれアンが、え、いいよ2個食べないよって言った言ったのおめえかいやばい、いい子じゃないじゃんいやでも結局なんかいつもねやっぱ余っちゃうんですよ、どうせそう余っちゃうからもったいないじゃないですか。でもその日も結局ちょっと余ってたんですよ、何個も、そうそう余ってたんです、いっぱい、そうだから、そうで結局本当に最後の最後まで余ってたからいいんですよ。いやよりがなんか、えどうしようって、どっちも食べたいみたいな、えだから、えどっちも食べなよって言ったえでも本当にすごいね、余っちゃってたからもったいないじゃん。でもねやっぱいっぱい多めに多分用意してくださってるんだよね、いつもどこの現場でも。でもその日あのね、他にもね、あのしのぶさんもね、あのお土産かな、なんか買ってきてくださってて、美味しいものを、うん、食べ物をねくださってて、それも食べちゃってたから私たち、そう結構ね食べてた。あでも違うわ、私は食べなかったんだ、番組始まる前は一個も食べなくて、ずっとお腹空いたままやってて、そうミュージックブラッドの撮影が終わってから結構メンバーみんな食べたかも。そう、まあ始まる前に食べてたメンバーもいたけど、なんかね数名はね、お腹空いたお腹空いたってずっと言いながらね収録してたそう衣装チェンジとかしよる時も、あお腹空いたとか言いながらすごいあれしてた。それでね食べたお弁当でもね、あそう美味しかった。てかね私2個、あのねあんもね2個は食べてないけどね、いなんかねちょっと食べたそうなんか花うち花じゃないな、誰だっけな、あれ隣にいたの花かな、まあわかんない、誰かがそうこっちに寄りがいたんですよ。でこっちがそうこっちのメンバーてかこっちだけじゃない、なんか数名で結構なんか終わった後にご飯食べてたんですよ。お弁当みんなで急に食べ始めて、あやっと食べれたみたいな、お腹空いたみたいな、そうもう衣装とかも全部脱いで、そうなんか、ね、お借りしてるこいつの衣装だったり、まあ白のザフィウスの衣装だったりしたからあんま食べれなくて、そうだから終わった後も私服に着替えてから結構みんなでお弁当食べてたんですよ。それでなんか2種類あって、私は普通に1種類食べてたんですけど、でなんか誰かがもう1種類食べてて、そうでもなんかこれがすごい食べたいみたいな、だから食べてたんだけど、で
それでも食べないやつもあったから、それをなんかちょっともらったりもしたから、まあ結構みんないつもあのいっぱい食べますそういっぱい食べます。そう、衣装はまあお借りしているのだけじゃなくて、普通にまあ衣装を着てるときは基本的にあの何か前掛けとか自分の上着とかパーカーとかあるんですけど、そういうのをやってから基本的にはまあ食べる。もちろんお仕事で食べるときとか、まあ、写真撮るときとかはそういうことはやってないけど、まあでも基本的にそのお弁当を食べますっていうとき、カメラも別に回ってない写真を撮るわけでもないっていうときは、まあ、基本的にはもちろん衣装を汚さないようにしないと。だからよだれかけなんか赤ちゃんのやつが必須です。赤ちゃんスタイル必須ですね。バブちゃんに、バブちゃんにならないと。いやめっちゃ食べます。私たち食べるの楽しいですからねでも赤ちゃんしてないメンバーがいたら私に怒られてます私に怒られてる。赤ちゃんしないと私に怒られる。そう、保育士さんです。あ、髪切ってもらうときに羽織るやつ、ありがたい。それあ、それいいかも。全員持っとかないと。特定メンバーですか、赤ちゃんしないの。いや、まあ、結構ねイコラブにね、私に怒られたこと、赤ちゃんしてなくて怒られたことある人って聞いたらね、手挙げるメンバー数結構いると思う半分ぐらいはいそう私にあれされてる子はい、ごめんなさいって言ってみんな赤ちゃんになりますちゃんとそう、もうね保育士さんだから大変です赤ちゃんたちがいっぱいいるんですよ。大変です。僕も赤ちゃんしてませんので。あ、そうですか。じゃあ、 あのお仕事場でぜひ皆さんも赤ちゃんしてみてくださいぜひ、はい、そしたらいいと思います。可愛いなって思われると思います楽曲披露前の緊張した雰囲気、いやさすがにお腹空いたあの時は思ってないやろさすがに。でもさ、みんなしてさ、そう笑ったのがみんなして、そのなんかそのステージ前パフォーマンスする前にみんなしてヤモニを装着してるシーンだけだったから、もうそれが面白くて、もうみんなここしか触らんやんみたいなめちゃくちゃ面白かった。それがだってさ、まあ、お願いしますって言ってる時はさ、つけてないわけでさ、であそこに行ってよしじゃあ始まりますっていう時にこうやってさイヤモニ装着するから、まあそれはそうなるんよみんなでもさ、もうみんながその映像すぎてさ面白かったみんななんかどのカットに切り替わってもなんか全メンバーこうやって装着してるシーンだからさ、みんな耳触ってる人たちやみたいな、面白かった。でもね緊張してたよみんな。特にね恋チューンをやらせていただくときは特に緊張してたから、みんな なんかカメラの位置で見え方が変わってくる。なんか普通に均等に立ってても真ん中から撮った時のちょっとこっちから抜けたこっち側からのカメラだとここは被るねとかだと修正していくんですよ。そうで、あここはこのカメラだからとか、じゃあここ私あったんですけど、なんかの時になんだっけ
どっちの楽曲かもちょっと忘れちゃったけど、なんか前にいおりと渚がおって確かで、後ろに私がいて、で私が多分そこを抜かれるところだったんですよ。でそうなんかね、すごいなんだろう、そういう時にまあそのとさ、私たちやってる時は被ってるとかってそんな分かんないじゃないですか。でもそのモニターを見た時に、そのリハーサルのモニターを見た時にめっちゃ被ってたりしたら、メンバー同士でここを振り小さくするねとか、ここちょっとここ開けるわとか、すごい みんな結構やってくれたりして、そうなんか先生とメンバーとでどんどん変更していかないといけないんですよ。特にちっちゃいから特にちっちゃいから、あのそういう時もあのアンナ行方不明事件がよくなっちゃうから、そうそうそれであの前にいるメンバーがすごい気を使って、あのダンスを制限してくれたり、あのいつもは1番にいるけどちょっと2番に動いてくれてたりとか、あの見えてないところで結構そうやって動いたりお互いみんなしてますあとはもうジャンプするしかない受ける。そうね、ショコアンでジャンプした、ショークとえジャンプするみたいななって、2人でしよっかってなってジャンプしました。いおりさんは毎回あんなことしてるの？いおりさん毎回何してた？いおりさんな何のやつだっけ、どこだっけ、それもさ、なんか写真あのさ、どこだっけな、あ、フーってさやってるところあるじゃん、最後のポーズかな、あの時にあのキアラさんが対象だったんでしょうね確か、なんですけど真ん中から撮ってたら私も見える位置にいるんですけど、こっちにいるからね、あんだっけいないの、こっちからカメラが撮ってるからちょうど私だけ被ってて、真ん中から撮った見方とこっちから撮った多分ちょっとこっち側から撮ってて、だこっち側から撮ってたら多分キアラが見えなくて、こっちから撮ってたから私が見えなくて、おアナいないと思って自分でそしたらここにおるやんみたいな今度いましただから立ち位置がなんかぐちゃぐちゃにみんな思っちゃったかなって思って心配だったけど、あれはそういうこと、そうあれ行方不明事件丸一行方不明になった。そうあのさ、ちょっとぐらいさ背が高かったらさ頭がこう見えてたり髪飾りが見えてたりすればいいんですけどさ、あのちびからさ見えもしないんですよね基本的に面白い。でもね私はねそういうの見えなくて怒りません。怒るというのはまあね私は絶対ない、だって私が悪いからわしが悪いからな、わしがいけないんですよそう、いつも私の全部せいなんです自分のせいですね、しゃーなしチビじゃなくてコンパクトで、そうだよねコンパクトだよね、自分でチビって言わないでいいんだよね。今日でショールーム来て5日目、じゃあ明日も来てね明日も来てね、そう。そんな感じですよ、もうちょっとでナギのドラマ始まるよ、23時だよね、23時からでしょうね、わーすごいね、なんかこんなね何がだよって、多分ねイコラブのメンバーね、もうナギが出た、あナギ出たってねいつもみんなねあのテレビを見ながらねなってると思います、なんか娘が出たかのような反応だと思います、楽しみですね。最近いい意味で忙しい、いいことやん、イエイイエイ、
終わろうかね、そろそろ。ハロー。13位から読みます。13位が上西結衣さん、12位が畑さん、11位がトモ、10位がデルファイさん、9位がジッスン、8位がユカリン、7位がレグルスさん、6位がヒラさん、5位がタカペロンリー、4位がユーシスさん、3位がマツケンさん、2位がタケシさん、1位がサシナユイさんです。ありがとうございます。昨日のねタワーまだ読めてないんだけど、またちょっとフォークさんいたら読みますね。いないよね、10位にもいなかったか。ランダム1人目みやちゃん、2人目 Z さん、3人目まーさんです。3人の方です。ではじゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんぽーん。パーです。おやすみ、さよなら。なぎちゃんの見てね、はなちゃんを見てくださいバイバイ。最近パー多い？じゃあ明日もパー出そうっとバイバイ。